憂い顔も様になるね。数ヶ月前までここは緑あふれる森だった。そう言って誰が信じるのだろうな。鬼どもの調量を許せば世界は歪み消える。だから俺たちモノノフが鬼を撃つだろ。そうだな。私は歌方の里に戻る。始末は任せた。ああ、新人が来るんだったら使えるやつだといいな。Thank you.
来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。長旅ご苦労だった。俺はヤマト。この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちはオオカだ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕をしているそうだな。来た。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説明はそれからだ。オオカ、案内してやれ。心得ました。では行こうか。ようこそ、歌方の里へ。我らモノノフの本拠の一つ、鬼との戦の最前線だ。もっとも、普段はのどかなものだがな。君も落ち着いたら、里を見て回るといい。では、自宅まで案内しよう。君は東の地の出身か。あの辺りはむごい状況だと聞いている。よく生き残ったものだ。中津国に来てからまだ日は浅いのか。何、すぐ慣れる。さて、君の家だ。君が来るというのでな、急いで手入れをした。なかなか骨が折れたぞ。冗談だ。そんな顔をするな。さあ、入ろ。長い間、主のいなかった家だ。好きに使うといい。一通り必要なものは揃えたが、不足がないか確認してくれ。いいのか。最近は物資も不足しがちでな。何かと不自由を強いるかもしれん。まあ、うまくやってくれ。さて、じゃあ次は。来たか。すまないが、一緒に来てくれ。戦の時だ。お頭、遅くなりました。敵は？雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員、迎撃態勢を取ってもらう。早速だが、お前にも働いてもらおう。オオカと共に里に迫る鬼を撃て。モノノフを名乗るに足るか、その力試させてもらう。いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて、人の世を守らん。行け、そして生きて戻れ。着任早々すまないな。だが、これが歌方の日常だ。8年前の大曲時以来、
私たちは戦い続けている。この世にあふれ出た異形の鬼と、奴らは人の魂を食らい、時の因果を壊してこの世を異界に作り変えている。日の本の大半はすでに異界に沈んだ。もういくつ里が滅ぼされたかわからん。あの美しかった森も今や歪んだ平安の世界に変わってしまった。人の住まう地をこれ以上侵させるわけにはいかない。一匹残らず殲滅するぞ。よし、では行こう。任務に出るときはそこの受付で記帳していくのが決まりだ。詳しい話はユウに聞いてくれ。はじめまして。ここで皆さんにお願いする任務を管理しています。任務を受けられる際はこちらに記帳していってくださいね。戦場にはそこの出口から出発できます。突然の任務大変だと思います。どうかご無事、何時に英雄の導きがあらんことを。こんにちください。ここは鬼の正気に汚された土地。時の因果が壊れた異界だ。行動限界に気をつけろ。限界を超えて正気を取り込めば命を失うぞ。行くぞ。我ら鬼を撃つ鬼とならん。奴らが奪い、溜め込んだものを解き放ち、この世界に返す。それも物の負の務めだ。気をさんじるな、まだ来るぞ。行くわ、魂を込める。
無明の闇より解き放たれて、これよりは何時と共に歩む。驚いたな、御霊をその身に呼び込むとは。彼らは鬼に囚われし英雄の魂、心強い我らの味方だ。誇るといい、御霊と心を結べるのは才あるモノノフの証なのだから。任務達成だな。御霊と魂を結び、異能の力を引き出す。それが私たちの戦だ。人々は私たちをこう呼ぶ。鬼を撃つ鬼、金眼四つ目の守り人、モノノフとな。定めか。初陣で御霊を宿したのは君が初めてだ。